白浜町に本社があるソフトウェア会社クオリティソフト株式会社が創立40周年を迎えこのほど記念の式典が行われました白浜町に本社があるクオリティソフト株式会社は質の高い仕事をしたいそんな思いから浦木代春代表取締役 CEO が立ち上げたソフトウェア会社です今ではソフトウェア開発のほか ドローン事業や食品事業も展開しています40周年の式典はこの日白浜町の本社で開催され100年企業を目指し理念を形にしたポラリス・マカバと名付けた星形の八面体のオブジェが披露されました続いて行われた式典では浦代表取締役 CEO が40年の活動を振り返りながら IT で地域に貢献していきたいと思っていると挨拶しましたまた式典には県の下志副知事や県議会の浜口大使議長らが出席し40周年を祝いました続いてクオリティソフトの担当者が現在進めているドローン事業や国内の自治体とともに取り組んでいる DX 事業の現状を説明し今後のさらなる飛躍を誓いました